今回は、マッマにドッキリを仕掛けて追い出されてしまったというニートのイッチの話を紹介するよ。ニートは40歳。マッマにドッキリしたらブチギレて追い出されたにゃが、最近やることがなさすぎて暇だったから、マッマにドッキリを仕掛けたら出ていけって言われた。マッマも最近、ずっと家にいるし良い刺激になると思ったんだけどな。どうしてそうなった？刺激？ねえよ。何したの？ポケットにクラッカーを隠し持って、いきなり鳴らしたらドン引きされた。腰抜かしかけてて最初は呆然って感じ。で、すぐに立ち直ってキレてきた。悪いと思ってなさそうなのがやばい。ガマルジだな。そもそも、クラッカーで驚かせるのはドッキリじゃなくてびっくりじゃね？言えてる。それはどっちでもいいだろ。お互い、家にいて暇だし、いつ息子にクラッカーされるかわからないってなったら、良い刺激になると思ったんだけどな。小学生の遊びじゃあるまいし。何が刺激になって、どう楽しいのかさっぱり。怒られないと思うのがひどい。残党。何歳？40歳。その年齢まで家に置いてもらってんのに恩を仇で返すから悪い。早く出てけよ。それとも、もう外？出ていけって言われたけど、持ち物の整理があるってごまかした。でも、夜までに出ていかないとダメだって言われてる。どうせ追い出しが決まってるのならもう一度クラッカーで追い出すのはどうだろうか。さすがにそれはまずいだろ。そもそもクラッカーはどこで仕入れてきたんだよ。昨日、ずっとダラダラしてたらマッマに、掃除の手伝いをしなさいって言われてさ、あちこち掃除してたらたまたま何個か発掘した。前に何かで使った後、片付けたままになってたんだと思う。なるほどな。っておかしいだろ、普通は使わないんだよ。マッマ、結構な年齢だろ。驚いて心臓が止まったらどうすんだよ。いつも全力でキレてくるマッマがそこまで弱いわけない。なんなら怒るとパッパよりもずっと怖いぞ。自分で怖いって言っておいて、怒らせたの笑える。あ、確かに。いやでも、マッマが怒るとは思ってなかったしな。何よこれ、くらいの反応だと思った。イッチ、それはイッチが幼稚園児や小学生で成り立つことだぞ。頭が小学生のままなんかな。小学生ってのは言い過ぎやろ。でも中高くらいで趣味もあんまり変わってないし基本、そのままな気もする。中身が中高生のままの40歳って怖い。ニートって中身もだけど、たまに外見も幼く見えるよな。なんていうか、顔がアンバランスだったりな。それでニートってわかるってのはある？仕事してて無職になったやつと根っからのニートはなんか雰囲気も違うわ。そうか？それより、今から数時間内でマッマに許されたいんだが。無理だろ。そんなに焦ってるならせや、すれ立てじゃなくて謝ってこい。めちゃくちゃ怒鳴られて萎縮してそれどころじゃなかった。とにかく、準備があるからって部屋に逃げてきて後ろから、夜までよ。ってマッマが切れてた。マッマ、怖え。そうやって逃げたから余計に積んだ状態になったんじゃないのか。もう一度謝る。ダメなら潔く出ていく。出ていくのはもう前提ってことで、金くれって交渉するのは？家を追い出される時の相場がわからん。10万くらいもらってねカフェ生活なら、しばらくニートできるかな。その後、もう金がないって家に帰りたいんだが。そう甘くねえよ。40代だろ。一回外に出されたら、片道切符だと思った方が良さそう。マジか、きついな。そうなると、ますます家を出たくないんだが。じゃあクラッカーしなきゃよかっただろ、と。もうさ、やらかしたことは取り返しがつかないんだよ。そういう年齢だぞ。パッパに相談は？マッマがあれだけ怒ってると、パッパに何か言っても無駄だと思う。普段から、怒ることはあったけど、あそこまでのブチギレは久しぶりに見たわ。じゃあ諦めて、どうぞ。家に残ることより、外で生き残ることを考えたら？今、思いつくのはネカフェくらい。追い出されるなら、もらえるだけ金をもらってしばらくネカフェに滞在したい。ネカフェに行っても最近、カレーとかない店ない？前よりサービス減ったところは多いよな。そうなんか？ネカフェに入れば、とりあえず寝る場所と食べ物は確保できると思ってるんだが。せっかくネカフェに行くならそこで仕事を探せよ。マジレスすると、住所不定はやばいから、就活するって家に残った方がいい。確かに働く気になれば家に残れる可能性はあるな。仕事か。それが嫌で、今まで逃げ続けてるしな。じゃあネカフェ難民になるしかないな。ナマポは難しいんだよな。すぐナマポってのはどうかと思うぞ。ネカフェから申請できるっけ？あと、実家があったら厳しいと思う。そこまで楽じゃねえよ。はぁ、謝って許してもらえんかな。そのまま、追い出されろよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートだけど人生が虚無すぎて将来が不安や。ワイは10年後どうしてるんやろうか。毎度のことやがニートの誰もとってほんまひどいよな。働けば？働きたくないからニートしてるんや。働かなくてもいいから自分でお金稼ごう。10年後も同じこと言っとるで。大卒なら2年後には働いてそう。親は先に多肥ぬ模様。
かマルジ認定もらってないから生ポスら受けられんやろな。来世はうまくいくといいな。これからどんどん置いていくんやろな。その度に惨めになる。1日に3時間勉強して資格取ろうや。10年後なんて待たずに取れるやろ。それが人生や。たまーに自分の人生を俯瞰して憂鬱になる。働いてすらいない分際で世間から愛情をもらえると期待してるのが勘違い。働きたくないと言い出した時点で世間からの好意的反応は諦めろ。 Y の人生はどこまでも孤独で終わるんやろな。なら家出てみたら。金があればいけるでしょ。働く意志も金もない、愛もなければ気力もない。そんなのいいから一人暮らし、それで解決するよ。なんで？不安に正面から向き合うことができるから。孤独の前に解決する方法さ。一人暮らしするための金は？ニートだし親が出すでしょ。出すわけねえだろがマルジ。なら働かないでいいから家から出ればいいんだよ。ホームレスでいいじゃん、全然あり。メリットは？将来の不安は解決するよ。え？ニートは甘えてるんじゃなくて、育成不全。ならそれを補う環境に身を置けば勝手に成長するさ。ホームレスはその方法の一つ。虚無感は苦痛を排除した余り物やぞ。そっちのがマシだから虚無を選んだんや、エッチは。お前ら学生や社会人は人のぬくもりに触れながら一生を終えると思うか？ワイは孤独確定や。一致何歳？今28歳。なるほど。10年後？今と変わらないのでは？いつか働く人よりもニートの人の方が多くなって日本の人口を占めるんちゃうか。趣味とかないんか？小説と動画くらいやね。エベレストにでも登ってみろ。東証で指欠損したら生ポイけるかも。ワイはニート1ヶ月目やけど、楽しく過ごしてるわ。ええやんニート。働いても働かなくてもワイは孤独に人のぬくもりを知らずにこの世を去るんやろな。なんかもうダメなんだろうな。実際10年後はエッチに限らず無能にまともな定職はないのはほぼ確実なんよな。みんな不安やから安心しろ。とりあえず3日だけでもホームレスしてみればいいんじゃない。社会には働きながらは異常に苦しんでる奴らがおるんやろな。ワイはそれにならなくて感謝するだけやな。今焦ってホームレスにならなくても親がいなくなれば自然とそうなるよ。今やれば体力あるし余裕あるよ。今がチャンス。孤独達して不乱達したいとか嫌すぎる。言うほど多頻だ後の扱いとか気になるか。普段は何とも思わないんだけど、老人の特集とかをテレビで見ると心にポカンと穴が開く。そもそも心に足りてない成長があるんだよ。伸びしろだね。ニートでも人生楽しまんともったいないで。楽しんでるんだけどたまーにこういう期間が来るわ。ワイはニートやけど、親友3人と共同生活や。月4万くらいで住めてるから一致の友人とか頼ってみたら？虚無感焦燥感が増して最後には自慢するんやろなとワイは思ってるで。その前にホームレスやってみればいいのに。まあ気持ちはわからんでもないけどワイはそんな度胸ないわ。普通に生き続けると思う。ワイもニートやが週一のお出かけ楽しんでる。人と関わるの怖くて働けない。趣味とか楽しみは？釣りと料理やな。あとはたまに友達とするゲーム。ダンボール集めて家作ろうぜ。寒さをしのぐ服を用意しようぜ。食べ物を恵んでもらいに行こうぜ。ニートでも虚無感を感じるんだな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。36歳実家暮らしニートだけど人生が虚無すぎる。友達も一人もいない。空っぽの人生？うん。趣味もないしね。まあわかってると思うけどこの先何もないよ。これまで何もなかったからこの先も何もないだろうな。生ポもらえばケースワーカーと仲良くできるだろ。実家で親の老後の世話しないといけない。辛いよな。俺も同じだよ。これはわかるな。36歳で無職ってどうやったらなれるの？リーマンショックの最初の世代で就職できなくて、タコ部屋みたいなとこで非正規の肉体労働をずっとやってきたけど体壊して実家に帰った。肉体労働って結構すぐにやられるもんだけどしばらくやれたのはガチですげえわ。とりあえずお疲れ様とは言っておく。運動経験ないようなやつは数週間で働けなくなってたな。俺も慣れてきてはいたけどほとんど体休める時間もなかったから30過ぎるとガタが来たわ。ありがとう。周りの友達だったやつみんな結婚しちゃった。貯金も溜まってるし俺だけ何もない。過去に友達はいた？さすがに学生時代は部活もやってたし友達は多い方だった。そうだったのか。俺は小学生からただの一人も友達いなかったよ。それはどうなんだろうな。いたことない方がいた時の楽しさを知らなくて済むからいいのか、それとも違うのか、悩ましいね。普通に地獄だったよ。周りはみんな友達がいるのに、僕にはいない。周りはみんな人付き合いで楽しくやって成長しているのに、僕だけはない。周りは部活で体力をつけて、あるいは芸術に打ち込んで、みんな魅力的に強くなっていっているのに、僕だけは何もない。あるのは学習机とうさんくさい教材だけ。思い返せば、あの時からうつ病だったな。
そうか、俺も顔がキモいから入学して最初はぼっちだったんだけど、部活に打ち込んでる間に友達増えたのを思い出した。1年近くかかったな。ほんと全く同じような状況だな。俺のドッペルゲンガーか？俺は小学時代からの幼馴染が3人くらいいたけどもう連絡取ってない。なんかただ終わっていくだけって感じで虚しいわ。人生には3つの要素があります。自然を稼ぐ仕事、遊びを楽しむ友人、家庭を築く恋愛です。この3つを大切にしましょう。って、嫌われる勇気で読んで感銘を受けたんだけど、そして周りを見てもこれは真だったんだけど、それ読んだのが27で、すでに手遅れだったため、おしまいでしたね。簡単に自己啓発本に左右されない方がいいよ。でもさ真実じゃんね。社会に生きている幸せな人間はみんなこれを持っている。仕事があり、友達がいて、家庭がある。ってことはこれらは全て最重要なものなんだなって、現実からも学べたよね。それは他人の主張を気にしすぎではないかな。過酷な仕事しない方がいい、悪い友達はいない方がいい、すさんだ家庭はない方がいい、という考え方もあるのでは？悪い〇〇はない方がいい、それはそうだよ。正しい、それで？悪い〇〇がなかった分だけ、せめてもの幸せを感じる。ということもあり得る話では？何もかも、持つことに脅迫観念を感じない方が良い。同い年の主婦だけど顔が良ければ嫁に養ってもらえるぞ。顔が良ければ多分こんなに苦労してないと思う。多分君よりスペック低いよ。専門卒で20からいろんな仕事して結婚する前は正社員してたけど前後5年くらいであとは紐。顔も普通だと思う。マメな性格で家事全般好きだから羨ましいよ。なんかかわいそうやな。ワイも元チッキーやが顔が良かったから外に出れた。希望があったからや。顔が不細工だと出る機会ないわな。人間は不平等やしワイはお前を甘えとか思わんで。ワイも23でもう人生諦めてニートだけどその年齢まで生きてられる自信がない。なんかかわいそう。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートやが、マッマのパマルツを20代女性のものとしてフリマアプリ売却してたのがバレた結果、売上金全額没収、家を出ていくか罰金50万円を夏までに支払うかを迫られてる模様。これってもうゲームオーバーか？パンケ売って罰金払え。マッマのスペックは今年55歳、感染症の前までスナックを経営してた。マッマ綺麗やったからつい。ってよいしょすれば余裕余裕。情けないな。一番の被害者購入したやつで草。大草原。Y の家はパッパが出て行って Y と姉とマッマの3人暮らしなんや。マッマはパッパと別れてからスナックで働くようになって、Y が学生時代に自分のお店を持った。若い頃は華やかな仕事をしていた。姉も大学生時代はマッマのスナックでバイトさせてもらってたな。なんで怒られなあかんねん。普通にキモいやろ。下着のセレクトでバレるやろ。ババ臭いパンツやなあって。マッマがお店で履いてたものとかはあんまりババ臭くないで。染み付きは無理やから洗濯済み出品やな。姉の下着売って50万作ろう。ちなみにワイは今年で30代のニートをやってる。大学を卒業した後に無能上司のせいで精神を病んで退職に追い込まれたんや。その後ネトゲや掲示板に書きはまりして、前は短期やってたけどニートやってる。ワイがマッマの下着に手を出せたのは、今マッマもパートに出てて姉と二人で家庭を支えてるんや。でワイがゴロゴロしてたらマッマに、家のことをやれゴミ野郎って言われ泣きながら家事してた。でもその家事には家の不要品の整理とかも含まれてて、そこでマッマや姉の下着に触ることも多くなった。ちなみに姉の下着、マッマの履かなくなった下着を整理して売却したんや。極悪人エッチ。マッマと姉の下着の売却総額は5万円ちょいやで、コツとしては女子大製品とか書いてたら結構売れたんや。仕事が忙しいから結構女物の服が溜まってくるんやね。水商売の下着は多分キャバ嬢が売ってるんやと勘違いしてたんちゃうかな。発覚したのは、Y が発送作業をしてる時に帰ってこないはずのマッマが帰ってきたんや。ちょうどマッマが昔履いてたのを梱包してて背後からいきなり殴られた。あんた私の下着で何してるの？不要品の整理です。なんで宅配便の箱もあるの？そこから質問攻めで Y は全てを白状した。その間に Y はマッマから棒で殴られたんやぞ。お前らどう思うよ？これも SDGs ちゃうんか？不要品の整理です。クソ冷静で草。実際はもう少し鋸ってた。で目を見たマッマに殴られたんや。ちなみに姉のは JC のまで残ってたから残らず売却した。姉の売却分はバレてないはず。姉にはマッマから話が行くと思う。ちなみに没収された売上金5万円は2024年の総額で、貯金通帳を没収されただけだから一応まだ口座にはある。その後、マッマからいつからやってた？聞かれて、今年に入って金がなく思いつきで始めたって白状した。Y は家の金目のものを急いで屋根裏に隠した。本来なら20万ほど貯めてゲーミング買おう思ってたのに鎮痛な思いや。シルクの錬金術師や。マッマに、売上履歴を印刷して提出しろ。
って言われてワイは2023年以前のを隠蔽して2024年分だけ提出した。百数十点あったからマッマもそっちの数で騙されてる。しかし、マッマは自分の記憶からそれらの新品購入価格で総額を計算したんやぞ。これって合法なんか？Y は下着売り上げで購入した PS5 とかすべて隠して、スマホも新しいのから SIM 抜いて慌てて古いのに差し直したんやぞ。それでも、夏までに50万、できないなら出て行ってもらう、って言われてる。ちなみに2023年度の売上金を差し引いても大きな赤字や、夏までに50万もの大金を貯められる仕事にニートがつけるわけないし、これってやっぱゲームオーバーか？出て行ってほしいが、50万くれるならまあ我慢できるわって感じなんちゃう？ Y の家は服で部屋が一つ潰れてる状態なんや。なんか着なくなったものを昔から洗濯したらどんどん段ボールに入れて保管してた。Y の服もあるけどマッマから火事を言われた時に整理して捨ててた。それが煙幕になって最近まで発覚せんかったんや。マッマが30代だったら背後から刺してたって言われたわ。Y が泣きながら土下座しても50万円の減額が不可能やったけど、私物売却とバイトしかないんかな？いっち、不要品だから下着を整理するわ。ま、じゃあ私も不要なニート整理するわ。姉のお古下着は JC のから売ってた。こっちはオークション形式で出品してたんや、割と売れた。こっちのは過去の整理品として売却してたんや、制服はまずいと思った。でも他にも色々と売れることに Y はにんまりやったんや。Y が一生懸命泣きながら家事覚えたんやぞ。主婦にも対価が必要なんやし、Y にもこの程度の対価あってもええよな。考えてみたらマッマや姉の顔さらして下着を売ってたんちゃうで。整理品として売ってただけやん。マッマが忙しいから放置した衣類を Y が片付けているだけやん。でもこんなこと言ったら、多分物で殴られてしまう。女の人って下着の処分にそんなに必死なんか？執着強すぎちゃうんか？そのくせ箱にしまったら忘れるくせにな。大学生の姉をスナックで働かせるマッマもどうよ。執着動向じゃなくて、誰かわからない奴に飼われるのが嫌なんだろ。条文書いてるけど、イッチが悪いに決まってるじゃん。マッマと姉が可愛いなら羨ま。もうそこそこの年齢だけどな。それにしても期限も早すぎるし50万も返せる気がしない。かといって、追い出されて生きていける気もしない。気持ち悪い奴だな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。残りの人生努力なしでストレスフリーで生きたいんやが、働かず、なんかあんある？他人の干渉が一切ない暮らしならどんなに質低くてもいい。最低限の食事と環境は欲しい。山買ってサバイバル生活。河川敷に紙でできたマイホームを購入する。 QOL はどれだけ低くてもいいんやけどな。マルコが食えればなんとかなりそう。食事か結構問題なんだよな。まあ生きていくだけならできるやろ。知らんけど、どのくらいを努力と呼ぶかによるな。宅配弁当でどうや。人が運んでくるからアウトやん。なんで何するにしても他人に頼らなきゃならんのかな。人間がそういう生物だから。というか生きるってこと自体が結構なエネルギー消費してるんよ。はぁ、肉とか草だけで生きていける動物が羨ましいわ。一人で生きられないって社会システムとして欠陥やろ。社会って時点で他人の存在があるので、社会から外れるところからでは。その代わり自分のことは自分で全部やらないといけないけど。せやな。言いたいことは社会から外れたいってこと。ならアスペでも ADHD でも診断受けてナマコもらってダラダラ生きていけばええやんけ。ええな。どこまで許されるかはわからんけど。小丸社認定受ける。ナマポ受ける。グループホームで暮らす。知的とか体やなかったら更新必要やが、これが一番楽やろ。それでも他人の存在はなくせないがな。まあファイア目指して働くしかないんちゃう。もちろん今は働いてるんだよな。大学生。もう就活する気力はもちろん残り、単位取る気力もないからな。このままの垂れた品でもいいって一回思うとおしまい。どんなに質低くてよい？なら過疎地に一人で住んで自給自足すればええやん。まあ狩猟採集の時代は結構みんなのんびりしてたっていうし、不自然にケツ叩かれ続ける謎進化しちゃった説あるよね。文明の発展で得したことなんか病気しなくなったぐらいやと思うわ。ど田舎のただ同然の土地を買うか借りて自給自足。人の少ない田舎に行けば行くほど人間関係は濃くなってしまうという皮肉よ。言われてみや確かに。狩猟採集民族になるのが一番やな。それでも努力やストレスはあると思うが、ポツンと一軒家みたいなとこで自給自足とか。今の日本で単身自給自足するやつの努力量って計り知れないからな。言うて農家するわけじゃないし、一人分だから大変なのは最初だけやで。基本的に自分の周囲にあるもので済ませて、足りない分は現金を稼いで賄う。不労所得しかないやろ。ただ息するためだけにこんなにいろんなことしなきゃならないってなんなん。こっちはかなり譲歩してるのにって思ったけど、世界じゃ衣食住あるってこと自体が普通じゃないところもあるからな。何もせず誰とも関わらずには生きていけないのか。正直無能はそれが一番いいよな。
働くほど迷惑かける人もいるしな。無能は生まれてきたこと自体が間違いだから、ナマポを受け取って誰とも関わらずおとなしく他死を待て。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は1日20時間寝ていてマッマに怒られたニートのエッチの話を紹介するよ。ニートは28歳、1日20時間寝てたらついにマッマに怒られた。ニートで何もやることがなくて、毎日のように1日20時間寝てたらとうとうマッマに怒られたにゃが、ニートなんて1日中寝てるやつ多いやろ。部屋に引きこもってた方が親の邪魔にもならんしよくね。そりゃ家族は仕事や家事をしてるのに1日中寝てたら腹立つだろ。普通に寝すぎ。1日だけならともかく、長く続けてたら我慢の限界が来る。20時間寝てるってコアラかよ。残りの4時間で何してるのか気になる。残りの4時間はごちゃんとかゲームとか、飯とか、布団で何もかもしてるから寝てる時間と他の時間の境がない感じやな。なんだよそれ。マッマが切れるのも残党。追い出されたんか。めっちゃ大きな音でガンガンやられて飛び起きた。寝ることしか楽しみがないし放っておいてほしい。基本、電気を消して生活してるのに思いっきり窓開けて、電気もつけられて目がやられるかと思ったわ。ネクラニートっぽい生活してるな。そんな生活続けてるから脱ニートできないんだぞ。大きなお世話だ。大体ワイはニートをやめようと思ってない。嫌がらせされてもニートを続ける。起こされただけで嫌がらせとか。あんまり長い間寝てると、体にも悪いんやぞ。どこずれしそう。寝返りはちゃんと打ってんのか。寝てる時間は長いから睡眠にはこだわってる。寝る場所や向きも結構変えてるしな。前に寝てる状態でぎっくり腰の背中バージョンみたいなのになってから気をつけてるわ。体力なさそうやな。何歳や。マッマは専業主婦か。俺が28歳、マッマが55歳、パッパ56歳、マッマはパート主婦。一人っ子かな。ニートできる金があるのが羨ましい。そう潤沢にあるってわけでもないと思う。ただ家はローンを組んでなくてボロいけど祖父母の代からの持ち家、修繕費とか高いらしいし、たまに家電が壊れるってマッマが愚痴ってた。でもまあローンがない分多少余裕があるんじゃね。知らんけど、マッマにもパートさせといてお前が寝てたらそりゃ切れるやろ。ていうかもうすぐ年末なんだし大掃除くらいしろよ。それも切れてた原因っぽい。早く家の掃除を手伝えとか、なんかをどこかに持っていけとか言われた。どうせここ数年親戚も感染症がどうとかで家に来ないし、掃除する意味なんてないのにな。年末は綺麗にしないと正月を迎えられないとかマッマが言ってて面倒や。大掃除するならついでにニートも捨てればいいのにな。わろた。確かにゴミを捨てるよりもニートを捨てた方がすっきり新年を迎えられそう。親戚呼べないのも感染症どうのこうのじゃなくてお前が家にいるからじゃねえの。学生時代は冬休みとか楽しみだったけどさ、正直ニートになってからは長期休みの方がパッパもマッマも家にいるから疲れる。盆も正月もなければいいのにな。平日万歳だわ。それはお前がぐうたらしてるからだろ。働けていき。年齢スルーしてたけど28歳だとそろそろやばいぞ。30になるまでに働け。28になったばっかりだし、来年も28だぞ。30までっていうやつも多いけど職歴なしなら28でも積んでるな。職歴もないし、学歴も大したことない。お綿なのはわかってる。でもそれは就職する場合だろ。ニート続けるならもう満タイ。問題終わりで草。自分の意思でニートを続けられるって勘違いしてないか。決めるのはお前の親だぞ。今まで追い出してないんだしこれからも、こんなもんかと思ってる。親が丸んだ後のことは考えなきゃいけないだろうけどな。二人分の年金も入るし当分平気やろ。そして親が丸んだ後、二人の葬儀もあげずに年金を不正受給するニートの姿が。マジでそうなりそうで怖い。寝てるだけってつまらない？丸んでても変わらなくない？最近なんかのスレを見て幽体離脱の方法とか明晰夢を見る練習とかしてる。けど、疲れてないからか知らんけど夢なんてちっとも見れないんだよな。夢の中くらいでは、好きにしたいのに。じゃあ働けよ、刺激がなさすぎて夢を見れてないんだろ。シャチクワイ。疲れすぎて夢を見た記憶がない。わかる、疲れてても夢なんて見ないよな。ええな。ワイはいつも夢でマッマに怒られてうなされるわ。明晰夢なんて無理じゃね。たまに夢の中で、あ、これ夢や、って気づく時があるけどな。そん時は夢の中で好き勝手できたりする。はい、面白そうやな。ちなみに夢の中で自由にできる時は、現実の世界の音とかも聞こえてて半覚醒状態みたいになってるから、ちょっとしたことですぐ起こされてイラつく。それより明日も起こされそうで嫌や。また長い間、寝てたら起こすって言われてる。で、掃除の手伝いをさせようって気だろうな。掃除くらいしたらええやん。ほんそれ。ニートを続けていくならスポンサーのポイント稼ぎも重要やで。もっと金がある親ならそれも考えるけどな。普通のリーマンと、スーパーのレジ打ちのパートやで。
おだてても、小遣いが出るわけでもないしわいはずっと寝ていたい。普通のリーマンも、レジ打ちパートも、ニートのお前よりはずっと上なんだよ。親不孝だと思ってきたけど、イッチよりはワイの方が上やな。底辺同士で争うな。ニートは底辺とすら比較できないほどした。将来生ポミンになってそう。こんなんホームレスでいいやろ。ホームレスをバカにするな定期。ああ、マジで眠い。毎日長い時間寝てると、翌日も、翌々日もめっちゃ眠いんだよな。もう寝るわ。ま、早く起こせ。もうちょっと動けよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。マッマとパッパがめっちゃ喧嘩してる。ワイのまったりニート生活に暗雲立ち込めてる。大変やね。お前が働かないからだぞ。お前のせいやんけ。違うで。サンジーニーフリブから脱走すんじゃねえ。パッパが弟の誕生日に50万のベース買ってきて、甘やかすな。ワイの二の前になるやろ。ってマッマがブチギレた。お前のせいじゃん。弟いたのか。お前が原因やんけ。まあ50万のベース買い与えるってことは、現時点でめっちゃベースうまいんやな。兄がニートなせいでタンプで我慢させられる弟かわいそすぎるやろ。弟に謝れ。英次郎予備軍。ワイのせいやない。50万って金持ちやん。ワイには降雪わからんけど最近ずっと引いてるわ。それなりにうまいんかな。弟は普通にしててニートになりそうな感じはないけどな。最近、マッマが何かあるたびにこんなことすると、ワイみたいになるってキリキリしてる。で、パッパや弟とよく喧嘩になる。ワイは高みの見物や。でも雰囲気、空気がギスギスしてて辛い。一致が働けば解決するな。お前のせいだよ。早く働け。ワイがニートじゃなくても状況は変わらんやろ。多分マッマは50万のベースとパッパの甘やかしが嫌なだけ。それをワイのせいにしてるんや。大変だね。一致にもパッパは甘かったんか。そこまで甘やかされた記憶はない。まあ、今ニートしてても追い出さない程度か。それを甘やかしてるって言うんだよ。こいつダメだな。弟は何歳？大学生でそこそこの大学に受験して入った。受験してる時はマッマもニコニコやったのにな。ベースの話が出てからこんな感じ。弟は早く家を出た方が良さそう。お前はなんで働かないの？弟とは出来が違う。ていうかワイは悪くないだろ。一致のせいで喧嘩してて草。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ワイニート、マッマと喧嘩。高校中退18歳ニートなんやがマッマに大学行くか働くかしろって言われた。そらどっちかにした方が一致のためやからな。飼い主に歯向かうとか犬畜生でも全部こうやで。バイトも続かんゴミに何ができるっていうんや。大学行くの応援してくれるとか聖母かよ。謝れば許してもらえるやろか。別にバイトなんか続けんでもええやん。遊び気分で乗り換えてればええんや。受験料は出してくれるみたいやが応援されてるのかはわからん。ワイは高校も中退してるんや。社会でやってけん。職場は社会やないぞ。勘違いしすぎやろ。中卒ってええよ。すまんバカだからどういう意味かわからん。会社の職場は社会ちゃうんか？一応公認は取っとる。私が丸んでも一致が困らないようにという思いやで。それでどうしようか？マッマの優しさが辛いんおねえ。それを悩んどるんや。知らんけど通信制大学とか申し込んだらどうや。せっかく公認取ってんなら働くか進学しろ。合う仕事探しなよ。なんならお母さんに聞いてみ。どんな仕事が合うかって。外に出たくないんを。いや。一致が一人になっても暮らしていけるように莫大な財産を築けよって話だよね。通信制大学ってええんか？ Y のツイッターの相互がやめとけって言ってたんやが。外に出たくないならとりあえずやってみ。4年間の猶予ができるやろ。人生って厳しいんを。社会人ってすごいんやな。みんな結構適当にやってるで。マッマに合う仕事を聞く意味あるんか。親は子供の性格よく知ってるやろからな。通信制大学と BF 大とどっちがマシやろか？こういうやつってワイは何もできんって言って逃げるだけのマジでゴミやからな。さっさと自丸しろ生ゴミ。お前の一言で精神的に追い詰められた一致が、焼け起こしてそこら辺の子供巻き込んで、集団無差別無心丸起こすんやで。外に出られんのなら選択の余地がないかも。大学も就職もな。多分通信制でも多少はいかなあかんやろけどな。通信制も視野に入れてみるわ3月。短時間のバイトもやってるとええかもな。接客ないやつで。親のために、もう丸んであげれば？親も大変そうやな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。朗報、マッマとさっき喧嘩したニャがこっそり録音してやったわ。ワイがニートだからって言い過ぎやろ。どっちが悪いと思う？お前ら釣りだなんだって言うから録音してやったわ。どうだ、マッマが悪いやろ。ほら、マッマが悪いって早く言えよ。いつも嘘松だとか言ってるやつ。おい、お前だぞ、早く出てこい。なんやこれ。最後はスマホ投げ捨てた音。聞いたら呪われるとかそういう類の不気味さを感じる。さっきマッマと喧嘩した時にこっそり撮った。
どっちが悪いかお前らに判別してもらうため、嘘待つって言われるのも嫌やった。嘘待つ？こんな演技をわざわざ親子でするかよ。ガキが悪い。これ男の方は小学生？ガキじゃねえよ、20歳超えてるわ、20代だよ。ひえ、嘘ガキが悪い。声加工してる？してない、ガキちゃんは。さっきやってたグレムリンの音声かと思ったわ。コウメが言う？来週のミヤネ屋で流れてそう。ガマルジ VS ガマルジ。こういうアホもネットできるんやな。おしっまるを途中でしてるの？それはそちらの想像に委ねる。手洗いの音かもしれない。呪いの BGM やんけ。やめろや。怖かったから途中で聞くのやめた。真面目になんなんこれは。ワイとマッマの喧嘩の音声を取っただけや。親孝行はできるうちにしとくんやで。あーこれ聞いたやつは終わったな。DL 期限切れてるっぽいから、誰かさん用で。呪いの音声、おしっまる音、男の声がガキっぽい。くさ。暇やな。一人二役とか？わざわざワイらにどっちが悪いかの判断させるってことは、お前が悪いって決まったらちゃんとマッマに謝るんやろな。ギリ喧嘩？声がくさ。なんかこんなやつと曲がりなりにも、同じ板同じスレで繋がってると思うとめっちゃ嫌やわ。働いてる？ニート。無職ってことか。頑張れ。ガチがマルジでも書き込みできるんやな。アウトデラックスに出てたやつやん。お前らこれ聞いてないよな。マジで聞くなよこれ。ガチモンの呪いでくさ。あかんやつですやんこれ。親はなんで丸さないん？なんだよこのスレ。逆に気になるからやめろ。こいつは父丸いのふりをするがマルジやわ。朝から暇やな、ワイも含めて。録音内容が気になるだろ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。地方ワイニート、おいっ子6歳とマジ喧嘩をしてしまう。ワイピーマンも食べや。おいっ子いらない、ワイ食べたくても食べれない子もおるんやで、おいっ子ふん。ワイこら真面目に聞きなさい、おいっ子はいはい。ワイお父さんに言いつけるよ、おいっ子はいはい。みたいな感じや。クソ生意気で腹立つ。それで負けた腹いせに何時ですれたてか。ストレス発散ぐらいさせてや。お前の負け格やん。食べられない子も別にピーマン単体は食えたくないと思うよ。そういうことじゃないんよ。遅めのイヤイヤ期やろか。ニートのお前を軽蔑してるだけだろ。マジで手が出かけたわ。ピーマン美味しいのに。わかるんを。今時食べられない子を引き合いに出してもな。偏食になるとか育ちが悪いって思われるとか実際に話した方がまだ理解するだろ。子供舐めすぎ。ハンバーグにでも混ぜればよいじゃん。ワイも小さい時にピーマン嫌いでマッマの無理やり食わされてブチ切れたらパッパに平手打ちされた記憶あるわ。知らねえよ。食べたいやつに食わせろや。それよりお前いつ働くの？まあ言うて好き嫌いの問題は難しいよな。野菜食わなくても丸なんがそのわがままを許すとモンスターに育つし。ピーマン食えない程度で子供がモンスターになると思い込んでるもんべの教育にさらされる子供がかわいそうだよな。食えないじゃなくて食わないな。一口口にしてダメなら無理強いはしない。わがままを通しすぎるのもあかんってのがわからんか。お前みたいな子供だとどういう内容にしろニートに言われたくないって思う。おいっ子もまだ稼いでないしワイと変わらにゃん。子供って小学生になるとほんま可愛さなくなるよな。あーわかるわ。なんなんやろな。マジレスすると子供の味覚は敏感だから大人よりも苦味を強く感じるんや。アレルギーかもしれないよ。おじさんさ、ピーマンなんてそのうち食えるようになるから言うなや。ピーマンくらい食べなくてもしないからええやろ。ピーマンは天ぷらかチンジャオロースにするのが一番うまいと思う。ガキなんてピーマン嫌いばっかやろ。ワイも嫌いやったし、食べさせ方の問題やで。ワイ小さい頃から逆張りこじらせててピーマン喜んで食ってたわ。お前も生のピーマンかじれって言われてもきついやろ。うまく調理してやる必要があんねん。ピーマンなんて食おうが食わまいがどうでもいいんだよな。本質はそこじゃねえ。だよな。いい歳してニートであることの方が問題。子供の頃は味覚が敏感やし、そのうち食べれるようになるから無理して食べさせんでええやろ。食事を苦痛と感じることの方が問題や。ニートがマウント取りたいだけ、子供相手にしかマウント取れなくてかわいそうだね。子供って基本かわいくないよな。小中学生は特に。自我を持ち始めるとあかんわ。どういう風にピーマンを出したかによるな。単に料理がまずいだけやろ、子供は正直や。小さい頃からピーマン余裕で食えたわい、高みの見物。一子の顔見ながらは嫌やったんやろ。大人になったら野菜美味しく食えるようになるんやから無理やり食わすなよ。結局食べさせることに成功してない無能やん。ワイのおいっ子は米あんま食わんわ。食べないとチビになるぞって脅してる。今からでも勝つ方法あるぞ。ご同時のおじさんとか負け組すぎるやろ。ワイはおじさんって言われたくないから名には名前にくん付けで呼ばせてる。おじさんって言うほど嫌か？おっさんとかじゃなくておじやろ？ピーマン食いたいけど食えない奴はあんまりいないだろ。どうせほっといても食えるようになるんやから気にせんでいいやろ。ニートは暇やな。
そもそもよほどに偏食じゃないのに嫌いなものまで食わせるとかただの自己満よね。わい、7歳の甥っ子と鬼滅の刃の格ゲーで真剣勝負をしてしまう。自分の子じゃないんだから好きにさせたれや。しつけは親がするやろ。小さい頃嫌いなもの多すぎたから何がどんな感じで嫌なのかわかる気がするわ。お母さんに言うよじゃないと効かねえだろ。でも大人って嫌いなものは嫌いなままで生きてるやつの方が多いよね。ピーマンを食うこと自体に対した意味はない。困難な状況に立たされた時に姉に逃げてしまわないようになるための訓練や。好き嫌いのない人には好き嫌いのある人間の気持ちは絶対わからんと思うわ。生ゴミ食べろと言われてるようなもんやぞ。っていうか言われる相手によっても違うよな。ニートに言われても何も響かん。っていうかお前だって働きたいのに働けんやつの気持ちわからんやろ。子供は大人より味覚が鋭敏なんよ。だから苦味は全て毒と判断する。慣れるか大人になって鈍感にならんと無理なんだよ。なんてみっともない。大人なら好き嫌いが年を取るごとに変化することくらいわかるだろうに。ジジイになったら脂っこいものはもはや食べられないのよ。そんなどうでもいい子供相手に教育なんかする必要ないでしょ。そうなんだじゃあいいや。で済ませればいい。食べたくても食べれない子もおるんやで。ここが論点のすり替えなんだよな。嫌いなものを食べたくなる理由にはなりえない。兄ちゃんで煽り合ってるから子供相手に大人げないことを言うんだろ。ニートエッチ、勝った、おい、なんだよこいつ。それな。好き嫌いってアレルギーとかじゃないなら単なるわがままじゃないの。ホイコーロを作ってやれ。味噌とか塩の味が濃いからピーマンも食える。肉だけ食ってたわよ代わり。ニートはい、食べたくても食べれない子もおるんやで。バカ丸出しだからバカにされてるんだろ。幼稚園生に負けてて草。食べなきゃいけない理由がアホみたいだからそやくわんって。これ、しつけはいいと思うけどこの言葉はないわ。ぐずってる子供にもう置いていくからねって放置する母親レベル。ピーマン美味しいのに新鮮でちゃんとしたものを食べさせてもらえなかったのかな。ピーマンの肉詰め作ったれよ。たくさん食うぞ。イッチが下手やな。まず子供が苦いものとか緑のもの、酸っぱいものとかが嫌いなのは遺伝や。賞味期限とかがない時代に危険なもの、腐ったものを食べないようにする遺伝や。大人になれば経験が遺伝を克服するケースが多いんやけど、まだ子供やから遺伝による恐怖心とかの方が強いんやで。食べさせるなら、ピーマンの苦味と色がわからないようにせなあかん。マジレスしてもな。どうせイッチは子供のことを思って言ったってわけでもないし。まずいと感じるなら、まだ体が必要としていないってことじゃないの？トレーニングしてるから、嫌いなものを食べなきゃいけない私から言わせてもらえば、嫌いなものなんて食べなくても良いぞ。てか、大人の大半が好き嫌いがないと勘違いしてるけど、自分で自分の食べるものを取捨選択できるから嫌いなもの食べてないだけだし。俺は別に偏食はないが、偏食を強制したがる奴には虫唾が走る。〇〇は美味しいのにって、単なる主観を一般化されてもな。野菜全部食えないって言うならちょっと考えてしまうが。子供の好き嫌いを克服させるために親がどれだけ苦労してると思うんだ。たまに会うおじさんにちょっと注意されたからって直せるようなものではない。そんなに簡単に食べられるようになるなら誰も苦労しない。しかも相手はニートだぞ。大人が聞いてもはいはいって感じ。論破したかっただけなんだろうな。幼稚園児相手に。子供の好き嫌いは可愛いから良いけど、いい年の大人が飯屋でご飯食べてる時に嫌いなもの残したり、これは絶対食べないってダダこねてるのは聞くからな。あらかじめメニュー見て除外してくれ。大人から見たってイッチの言ってることが、だからなんやねんレベルなのに、子供ならなおさら知ったことじゃないだろ。ピーマンをうまくする方法。ヘタと種を取って冷水につけて冷蔵庫で2から3日ほど。全く別物の食感のパリパリのピーマンになるし、苦味もかなり消える。じゃあ暇なイッチがピーマン料理を何種類か作って食べさせてやるくらいすればいいよな。ピーマン食えなかったけど、小6の時父親と海釣り行ってさ、携帯コンロでピーマンとソーセージのバター焼き作ってもらい食ったら、あまりの美味しさにそれから好物になった。そんな父親も3年前に亡くなってしまったが、だからイッチは他人の家庭のことをどうこうするんじゃなく、ニートを辞めて親孝行することを考えるべき。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。